キーちゃん里帰り動画、キーちゃんが生まれたお店です。うん、お尻尾がしっかりしてるな。やっぱり。なんとコモンって生まれてすぐ尻尾を親が噛み切っちゃう子が多いみたいですよね。子供はみんなそういうことがないって聞いてくる、ね、結構その親を見ると親が短いと意外にそういうのが出て、なんか追い切りのやつはちょっと安かったりとか。ですよね。最近そんな子はみんな、ね、そういうことありましたけどね。パパねえ。もう一旦ないともうないんでしょうね、この親がね。多分横、うん、大丈夫だと思うんですけど、まあ私からしたら尻尾ない方が楽だけど、うん、汚れずなんかもう、うん、扱いはしやすいなと思うけど、まあ、あるものをなくすのかわいい。尻尾でこう、ね、木にぶら下がったりしないですよね。バランス取ってるだけですもんね。バランスもそんな感じじゃない。バランスもちょっと待って、コモンはバランス尻尾で取ったっけ。いや、コモンバランス尻尾で取らないもんな。あ、ただアロだけじゃ。そうですね。おまけ猿はそうやってやるけど、はいはいはい、あのそうじゃないのはみんななんか尻尾は使わんかったはず。でも知らん人だともっと嫌がるんですよ。ああ、そうですか。だから今嫌がってないから。お、小さい時の水子の魂。ねえ、多少覚えてるのかな。なんか。うん、全然泣かなかった。おじさん、おばさん、父ちゃん、母ちゃんかな。まあこの子たちは吸わない、キイちゃんも吸わないですね。吸わないですね。吸わしたかったんだけど、やっぱりうまくいかんかつて一時ちょこっとあったけど、そうだね、人気だもんで。あれ左のこの方が大きいですかね。そうですね、なんか最初親に連れた時小さかった気がする。あの男の子のはずなんで、左こっちが男の子、こっちの方が男の子ですね。人にこうやってこっちに上げとると、あのもう持ってこうとしてかわいそうな時はもう量多めにしてから二人で飲ましたり。こういう風になるね。まだ名前ないじゃん。もう一石二鳥じゃないけど。あ、それどんなの？
画で。マッシュルーム。あんたあの方に撮るか。あんたの方に撮るか。お前。全然なんか我関せずっていうか、ねえ、もう落ち着いちゃって落ち着いて。はい。こちらね。お互い割れ関せずで。